冷凍庫で冷やしておいた食塩水です。大体マイナス15度くらいになってます。これにジュースに割り箸を刺したものを入れてみます。このまましばらく置きますね。さあ、そろそろでは取り出してみますね。アイスキャンディーになっちゃいました。実験大成功。